今日が大宮アルリージャ今季のリーグ戦ホーム最終戦です。ここから坂野しっかりと奪い切っていきました。山形です。大宮です。そしてシュートいった。ポストわずか左へ。バラダのシュート、まさに今のバラダのポジションじゃないですかね。はい、大前とマテウスの距離感一つありましたけど、大前触れてないですけどもボールに、はい、ここでマテウスが処理をしてこの真ん中にバラダがいると、これがバラダが例えば逆サイドの方にいると全く何も起こってなかったシーンだったので、ね、はい、この辺のポジショニングですよね。この競り合いから大山ヘディングに行く。マテウス取ろうか。マテウス取りました。そして大前、おー危ない接触。大前はちょっと足を痛めたか。そのままマテウスを持っている。マテウス、島田もいるか。島田さあどうか。キーパー出てくるか。島田取った。落ち着いてかわして中どうか。シュートいった。無人のゴールでしたがポスト左へ。大山圭介のゴールはバックは捉えられず。大前元気は今立ち上がるかなというところですが、まあ、まずね島田がこの一瞬ボール見失いましたけども、いい形で抜け出してチャンスメイク、はい、そのシーンですけどよくかわしましたね。で大山のシュート、まあ、体勢は確かにちょっと苦しい感じありましたが、まあ、大山自身もそこでトラップをしている暇はないっていうのが頭にあったと思うんで、無理やりでもこのワンタッチシュートを試みたと思うんですよね。まあ、難しい体勢でしたけども、まあ、合わせるだけでも難しいシュートでしたね。まあ、プレーをしたりもしますが、今ちょっと右寄りの方でプレーです。坂井このフリックからそのまま拾っていく大山だ。さあ大山左にマテウスがいる。大山からさあ飛び出してきた。あっと倒れるが川津はやっぱりあそこは走ってほしいというところもあるわけですか。はい、そう思いますね。一番ボールに近かったですし、そこに出せなかったですよ。マテウスが走ってそのクリアします。この跳ね返したボールはそのままさあお前行くか。さあ持っていく。さあお前ケミに戻ってか右シュート。このまま最後はゴール中に入れました。マテウス先制ゴールを奪いました。大宮アルリージャ、いやこれは大きな一点ですね。二人ががっちりと抱き合います。お前とマテウス、ここのヘディング、旗尾のヘディングから坂井じゃないですかね。坂井のエリックから、そこで入れ替わって、でもやっぱり大事なのはこのまず大前のシュート意識、はい、あとこのマテウスがやっぱりここまで走ったってことですよね。はい、ここで入れ替わって、このミキがね、しっかり戻ったんですね。マテウスにパスをさせないようにね、やったんですけどもね、だからこそこのマテウスが何が起こるか分からない、信じて走ったっていうところじゃないですか。マテウスが、ま、施設は使用停止。さあこれ大前が取りました。ただ前はまだ誰もいません。一度戻し三角へ。そしてここに大山がいま す、ね、ちょっと前にいた大山、おーっとそこからさあ出てくる。バラダが出てきた。そのままシュートいった。決まった。バラダのシュートで追加点。大宮アルリージャ速攻で2点目が奪いました。2対0、貴重な追加点を奪いました。よく見てましたね。大山がしっかりとターンをして、この大山からで前によく出ました、バラダキーパーかわして最後はシュートへ。まあ、大山の視野の広さと、あとバラダがやっぱこのスペースを作っていう感覚を持ってた、その2人の関係がねしっかりと成立しましたね。はい、大きな欲しかった欲しかった大宮アルリージャ追加点をバラダが奪いました。山形も長いボール、ここはまたシュートいった。右バラが入りました。最後は塩田もちょっと下がりましたが、右のゴールが決まりました。山形1点を返しました、はい、よく冷静に、ね、見てました、はい、そうですね。ここで今試合終了を意識するよしという表情に見えました石井監督。大宮ホーム最終戦2対0の勝利で飾りました。なんとか最終戦に望みをつなぐ勝利。